こんにちは。GA 文庫ししろです。よろしくお願いいたします。えー、またまた始まりました。GA 文庫編集部ラジオ会議。ラジオ素人の編集部員がお届けしていきます。そして本日はいつもの田中さんに代わりまして、私、ししどが MC を務めます。えー、いるかどうかわかりませんが、田中さんファンの皆様がいらっしゃいましたら、えー、何卒ご了承くださいませ、えー。さて、今日のテーマは7月15日頃に発売となる、第16回 GA 文庫大賞前期受賞作品がテーマになっております。 担当編集にいろいろと語ってもらいたいと思います。というわけで、えっと、7月発売の受賞作2作品の担当編集をゲストにお呼びしております。早速ですが、お二方ご挨拶をお願いいたします。はい、大澤、GA 文庫の大沢です。よろしくお願いします。はい、GA 文庫の及川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 ちょっと私があの収録前にちゃんと喋ってくださいねって圧をかけなからちょっと人ともご要望にてる。はい。お答えして、はい。はい。ありがとうございます。えー、GA 文庫大賞は現在第17回の前期がえっと一時選考中になっております。えっと、ご応募いただいた皆様ありがとうございます。今期もたくさんご応募いただいております。一時選考の結果はえっと9月15日ごろがえっと公開予定となっておりますので、えー、ぜひ楽しみにお待ちくださいませ。 ということで、まあ、久しぶりの収録になりましたけど、及川さんなんだかんだ3回連続ですよね、そ,でそうですね、結構。でも、七田さんと共演するのは初めてですよね。そうですね。もいつもヌルさんと編集長と確。<演>確かに。共演 NG だったので。共演 NG だったんですか <laughs> <laughs> 私も慣れましたか <laughs> <laughs> まあ、だいぶ慣れましたね。よかったです。はい で、えー、大沢さんは、えー、ツイッターの名前が沢尾さん。はい、はい。で、大ゆさんはおゆすけさん。ちょっと名前被ってるんですよね、ここ二人に <laughs> おつなね。大繋がりです。大沢さん。はいね、いや、でも僕にはおはさわがあるんでね。はい。の本 <laughs> 挨拶全然ないんですよね、僕。<laughs> 作った方がいいですかね。おはおようとかしてもらう。<laughs> そう、おはおようって毎日朝言おう <laughs> <laughs> 言。言いにくくないですか、ね、<laughs> もうめちゃめちゃ言いづらかったす。<laughs> めったに噛まない大沢さん噛んでましたもん。<laughs> <laughs> ツイッターは、えっ、ー、と、ちなみに私はジョーという名前でやっております。 あと編集部員が、なんか新しいメンバーがすごい増えてきまして、あの、ハバネロちゃんさんとか、ゆ平さんとか、キムたんちゃんとかね、あと、オリオちゃんとかね、そう、オリオさんの新挨拶が物議を醸しているところです。そうですね。 編集部内で話題に、ね。編集部内で話題のね。<laughs> 挨拶の系譜がついに来たなと。<laughs> そう、あれ毎日やってくださいよね。<laughs> まあ、ということで、えーまあ、新メンバーもどんどん増えてきているので、まあ、そのうちラジオにもね、皆さん呼びたいと思っております、まあ。こんな感じのメンバーでやっていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。 さて、今日は第16回受賞作品の担当編集をゲストとして呼んでいますので、作品について話を伺いたいと思います。え前回のベータ版、まあこれまだ、まだベータ版って言い張ってるんですけれども、ベータ版第6回のラジオでもえ作品概要は簡単にご紹介したんですけれども、まあ発売直前ということで、改めて、えー、受賞作の まあ魅力ですとか推しポイントをお伺いできればと思います。えー、それぞれどういった作品なのでしょうか。えー、では作品名順で、一週間後あなたを殺しますからご紹介をお願いいたします。はい。本作は、まあ殺し屋の女の子が主人公で、まあ一週間後にあなたを殺しますというセリフをもとに、えー、ターゲットの前に現れるというな変わった殺し屋とターゲットのお話になっております。で、まあ作品の 説明などは以前させていただいたので、今回の推しどころというか、PV が公開になったので、ぜひ見ていただきたいかなと。で、まあ、それで、まあ、作品の雰囲気だったりとか、イラストのかっこよさだったりとか、可愛さだったりとか、すべて詰まってると思うので、ぜひということで、声優の立花ひなさんにも、作品のキャラクターにぴったりなボイスを当てていただいて、すごいクオリティのいい PV になっておりますので、ぜひ見てみてください。公式アカウントの方も X で作っているので、 ぜひ、あの、フォローしていただければと思います。作品の情報についても随時展開しております。まあ、結構一週間後、あなたを殺しますって、物騒なアカウント名なので、で <laughs> いつバーンされないか不安なっていうんですけども <laughs>。ハッシュタグがね、<laughs> あなたを殺しますでやってるんで。はい っうっかり、あの、X のね、検索に引っかからないように、はいはい、頑張ってるんです頼むからスパム通知とかしないでほしい。<laughs> 通報とかしないでほしいみたいな。<laughs> ね、タイトルね、返すわけにいかない、<う>あの、<う>大事なね、大事なセリフと合わさったタイトルなんでね。はい、<laughs> ということで、えー、じゃあ、お母さん、まずありがとうございました。えでは、続きまして、大沢さん、恋する少女にささやかいは、味噌一文字だけあればいいのご紹介をお願いいたします。はい、えー。本作はですね、タンカーを題材にした作品になっております。 えっと、カバイラストとか、あの、初も公開させていただいたと思いますけども、この、あの、ヒロインの女の子、スクイちゃんとの出会いをきっかけに紡がれる、えー、恋物語となっております。帯にもあるんですけども、ちょっと、スクイは先輩のためにこの歌を読みますっていうところから始まって、主人公のサンタくんっていう、ちょっと12月に呼んじゃいけないような、<laughs> ニックネームのついた男の子と、えっ、ー、と、ヒロインのスクイちゃんの一対一の恋物語になっております。 えっと、特に本作は、あの、まあ、ラブコメ作品が好きな方だとか、青春小説が好きな方は特に刺さる作品なんじゃないかなと思っております。特に、あの、見本も今日届きまして、ちょっと手元にあるんですけども、紙本がですね、あの、マット加工っていう、ちょっとツルツルした感じではなくて、あの、スベスベした感じの。 特にあの書店さんとかで触って確かめていただくとなんか違いがわかるんじゃないかなと思います。あと紙本ならではの本文の方でもちょっとラストシーンとか演出を加えているのでぜひ見てみてくださいちなみにこれ短歌のショート PV は毎日公開されてるところだと思うんですけれども、はい、そうですあの短歌って全部畑野先生が考えてらっしゃるんでそうですか やりますって言っていただいたんで僕はちょっと毎回畑野先生に無茶振りをしがちなんですけども <laughs> 見ていただければと思います短歌とかその俳句とかって硬いイメージがすごいありましたけどそのこの作品読んでなんだろう結構こんな現代語的な言葉遣いでその成立させられるもんなんだなと思ってす,、ね、すごく面白かったです特に題材的に俳句とかに比べてあの短歌っていうのは季語が必要ない ものになっているので、その点もかなり自由度が高くて、あの、展開がしやすいんじゃないかなと思っています。物語的にも結構まあ場面、真摯にあった。 あの、単価だったりがいっぱい出てくるので、ぜひ見ていただきたいですね。特にショートは、えっ、ー、と、まあ、毎日公開しておりますので、発売日頃までぜひ見ていただければなと思います。えー、大沢さんありがとうございました。えー、ご紹介した2作品は、えー、それぞれこのラジオが配信されてすぐ7月15日頃に、えー、全国で発売となります。す、え、で、ー、に試し読みですとか、特設サイトも公開しておりますので、ぜひ、あの、公式ホームページですとか、X とか、チェックしてみてください。 一週間後あなたを殺しますが、PV 公害記念キャンペーンとして、ボイスを務めていただいた立花ひなさんの直筆サイン入り色紙を抽選で2名様にプレゼントというキャンペーンをやっております。えー、応募期間は7月14日までとなっておりますので、えー、ぜひ作品公式アカウントの方を見て、えー、チェックしてみてください。恋する少女に囁ささく愛はミソ一文字だけあればいいは、発売に先駆けて冒頭の試し読みも公開しております。 また、えー、小原好美さんに本作のヒロイン救いを演じていただいた PV は自営文庫公式 YouTube チャンネルと X にて公開中で、PV 公開を記念したリポストキャンペーンが7月14日まで行っております。こちら、次筆サイン色紙が2名様に当たるキャンペーンもやっておりますので、ぜひご覧ください。 さて、次のトピックに移りますが、その前に、えー、ここからのラジオには中村さんにもご参加いただきます。えー、直前までちょっと別の仕事に追われていたんですけれども、急遽、あの、このラジオに駆けつけていただきました。中村さんご挨拶をよろしくお願いします。はい、こんにちは。GA 文庫の中村です。よろしくお願いいたします。Twitter アカウントは、それ Twitter じゃないですね。もう X ですね。すいません。やるくなって話ですけど、X アカウントは、えっと、中ムでやっています。で、担当作は今、竜王のお仕事だったりとか、えっと、えー、去年の対象の透明な色にかける君と、見えに見えない恋をした、えっと、かけ恋の担当をしています。よろしくお願いします。 はい。中村さん、ありがとうございます。えー、そしてなんと、こ今回はもう一方ゲストがいらっしゃいます。えー、実はこの GA 文庫編集部ラジオ、あの、受賞作家の皆さんも聞いてくださっているようでして、まあ,あ、りがたくも、その最初の打ち合わせのサイトとかにラジオ聞いてましたみたいな形ですごい、ここをよく頂戴するんですけれども、まあ、その中で、えー、先ほど紹介した一週間があなたを殺しますの、小沢博先生が、えー、GA 文庫ラジオのヘビーリスナーということで、えー、今回は特別ゲストとして、小沢博先生をお呼びいたしました。GA 文庫編集部ラジオ、会議。 リスナーの皆さん、こんにちは。あ、間違えました。コンヒロ一週間後、あなたは殺しますで、ね、第16回自衛文庫大賞金賞を受賞した、小田ヒです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。コンヒロはい、ンヒロー。タワーサパクりました。すいません。<laughs> <laughs> ちょっと私たちラジオに慣れてません。いやいやいや全然初めてです。確かに傾向と対策はできあそうですねはいあの本当にあの聞きまくってますね自衛文庫編集部ラジオはいもうアーカイブ何種もしてますねはいありがとうございます。片手で数えるしか聞いたことない。受賞は受賞はしてください。 ど,どうですかイメージ、なんか今まで聞いてイメージしてた場所から、なんか実際にスタジオに来てみての雰囲気といいますか、いやもう、もう声しか聞こえないので、ラジオは、本当にまあもう、イメージがあのよりできて、今後聞くときも、なんかあのイメージ浮かんできてよかったなっていう感じですね <laughs>、<laughs> 出演できて、<laughs> 逆になんかこっち見て、ちょっと幻滅だわみたいな感じで、今後聞かなくなったら、ちょっと寂しいないやいや、いやいやもう全然、幻滅とか一切ないです、本当に。<laughs> いや、もういろんなところにもう、いや、自文句編集ブラジオ出たいですってって、もう、夢かなったっていう感じですね <laughs>。 えー、ということで本日はせっかく小ひろ先生にお越しいただきましたので、この機会に GA 文庫対象について気になっていたことということも、えー、とお伺いしていこうと思っております。えー、題して GA 文庫対象ぶっちゃけ質問コーナーということで、 普段からもリスナー様から募集した質問にお答えはしてはいるんですけれども、おさ沢先生が現役の投稿者だったということで、投稿者ならではの視点で気になっていたことというのをさらに一歩踏み込んで答えていこうかなという試みになっております。というわけで早速ではありますが、おさ沢先生、ちょっと GA 文庫大賞とかライトノベル業界とか、GA 文庫とか何でもいいんですけれども、気になっていたことがあればこの機会にご質問いただけますでしょうか。 はい、ありがとうございます。すごくありがたい機会をいただいて嬉しいですね。はい。GA <laughs> 文庫だけじゃなくて、いろんなレベルさんでもう9年間ぐらいちょっと応募してきたので、まあ、それぞれのこう気持ちに立ち返って質問させていただこうかなということで、早速1個目行かせていただきます。えっと、年々投稿者のレベルが上がってきている気がします。 えっと、まず一時を通るには何を意識したらいいですかということで。最初からこう受賞してやるぜっていうのもいいと思うんですけど、まずは一時通りたいっていう人たちもいると思うんですよね。そういうのもあってちょっと一時の関門について聞きたいなと思っております。はい。ちなみに年々投稿者のレベルが上がってきてる気がしますっていうのは、投稿者目線でやっぱそう感じるいや、そうですね。あの、読み合いしたりだとかね。はい、投稿者同士でね。はい。 ね、これが一時通らないのみたいなことはすごいあるんで、はい、ちょっとぜひ編集部の人たちの考えを聞きたいなと思いまして。まあ確かに年々投稿者のレベルが上がっているっていう意味では、その Web 小説投稿サイトとか、まあ、なろうとか格務とかが、まあすごい一般化していて、まあ、デビュー済みの作家さんも多くなったっていうのも多分あるとは思うんですけども、まあとはいえ、一時は、まあ、まだ全然自力勝負かなとは。 思っています。結局、その、プロかアマかっていうことで、なんか別に色眼鏡でけるの全然ないですし、あの、何回応募したからっていうことで、あの、優遇することは絶対ないですし、まだまだなんか自力で、その作品と勝負してくれる作品がぶつかってきて、それが、えっと、担当に響いて上がってくるっていうところは変わらないかなとは思いますね。その、個人的には、まあ、作品のキャッチーさだったりとか、まあ、出力の高さ、えっと、ストーリーの完成度っていうのは、何か一つ武器がある作品が、まあ、上がってくるイメージかなとは思いますね。はい。 ありがとうございます。えっと、中村さんはういう自力って何だと思います掘り下げ期待。そ段 <laughs> な,ならこのもう、あの、作家 <laughs> さん持ってる全てをぶつけてきてる作品ですね。あの、製品とか書かさなくていいので。ああの。なるほど。はい、あの、それこそ、あの、一発目、あの、最初の導入、一行目から、あの、本気で書いてほしいです。あはい。はい、めっちゃいいですね、それ。ありがとうございます。<笑><笑> って思うんですけど、どう思いますあからさまに、おさださんがいらっしゃることで、なんか、質問に対して回があって、さらに質問が来るっていうせ、派生がありましたけども。<laughs> 今までだって、一回、一回答えれば終わりましたもんね。そう,そうそうそう。終わらない終わらない、厳しい戦い。<laughs> <laughs> <laughs> すいません、勝ちなんで、すいません、本当に。<laughs> 特にはいい、いいですね、それは、ね、<laughs> でも今回は、なんか、アドリブというか、生の声があったんじゃないかなと思います。<laughs> では、次の質問、行かせていただきます。はい。 えー、ページ数に加減と上限が決まっていると、上限いっぱいの方が評価されやすい気がするんですが、加減ギリギリでも受賞しますかということで。作品の えっと、面白さで基本的には判断するので、まあ、ページ数は、ま、基本的には、その必須ではないっていう部分はあるんですけど、まあ、例えば、でもその作品の面白さを作る上で、時々あるのが少ないページ数だと、その、ファンタジー作品とかでとかありがちなんですけど、世界観も説明して、キャラも魅力も説明しなくちゃいけないっていうあう時に、その、80ページとかだと、どうしても表現で仕切れてないっていうことがありまして、その、作品で出した要素を全て面白さを詰め込むでってく、結果、 の、ページ数が多くなって、で、その結果面白くなるっていう関係はあったりするとは思います。ただ、まあ、ラブコメとか、その、現代を舞台にした作品とかは、まあ、世界観説明とかある程度省ける部分もありますし、まあ、その、ページ数が少ないかといって受賞しないということはないので、ご安心ください。はい、すいません。詳しくありがとうございます。えっと、これの派生なんですけれども <laughs>。<laughs> えっと、加減だと、ちょっとあの、日常シーン1個加えたいなとか思っちゃう時があるんですけど、ちょっとテンポ悪くなったりするとか、全体の構成のバランスはそれは見た方がいいんですかね。それともまあ、なんか日常シーン少ないからちょっと主人公とヒロインのこういうちょっとイチャイチャしたやりとりとか、入れた方がいいのかなとかちょっとよぎっちゃう時もあるんですが、すね、まあ確かに、本当の加減だった場合は、大体いい日常シーンは少なめのことが多いので、足した方がいいかなというのはありますけど、結果その日常シーンを足して面白くなるかつまんなくなるかっていうのを、 客観、自分が作者としてっていうのも、読者として客観視すると、その判断になるかなというか、だからページ数で決めるというよりも、このシーンを入れるとどっちが、そのテンポが悪くなるのか、いや、それとも、物足りなさが勝つのか、みたいな、そういうので判断するっていうのがいいのではないかなと思います。ありがとうございます。じゃあ、あんまりもう加減ちょうどとか、上限ちょうどとかも気にせず、そうですね、すねその、その作品が面白くなるページ数でお願いしますというのが、答えになってしまいますね。はい、ありがとうございます。助かります。 ページ数ギリギリまでっていうことは結構熱意があって、なんか、なくなく削ったシーンも必ずあると思うんですね。それの、なんか調整の、なんか具合というか、調整した結果の仕上がり具合。 っっててていいううのののもも見るるでで結局それも構成に関わってくることだとだ思上限いっぱいで応募してきたやつでこれ明らかに読んでってあここも最後足りなくて削ったんだなみたいなの、うん、その丸分かりのやつとかも普通にやっぱりあったりはするので <laughs> そうですねそう,そういう意味で言うとそのやっぱりいっぱい書いてるから偉いみたいな話でも全くないので、うん、これもあれですね最初の質問にあった「自力」にイコールなんじゃないかなと思いますありがとうございます すごい。さすが。皆、<laughs> 編集者さんは。すごいなと思います。<laughs> はい。じゃあ、どんどん次の質問も行かせていただきます。はい。ライトノベルレーベル主催の賞によって、その傾向らしきものが見えるレーベルさんと、あと見えないところが個人的にはあるかなと思っていて、まあ、これもちょっと賛否あると思うんですけど、ただ、あの、GA 文庫対象は、その、どちらかというと傾向っぽいものが見えない気がしているんですが、その GA 文庫対象では何を重視して先行していますかという質問でございます。なるほど。見えないですかやっぱり。 見えないです。<laughs> 全然見えなくないですかど <laughs>、まあ、うなんでしょうか中にいるとちょっと正直わかんないですね。<laughs> あ、そうなんですねかねな,、うん、なんか結構 GA 文庫はいろんななんかジャンルに手を出してるっていうふうに多分見えがちなんだろうなとは思います。僕自身もあの、まあ、ラブコメをやればファンタジーもやりますし、なんか高級っぽい中華風ファンタジー的なものも担当してますし、なんかいろいろ多岐にわたるので、 結構そういう意味で言うと、J 文庫ってあの傾向が見えにくいって、割とあの、ポストだったりとか、X のポストだったりとかっていうので見るので、まあそういう点で言うと、別にあの、ジャンルこれじゃなきゃダメみたいなのは正直ないですね。先行があって、あの、担当編集誰にするみたいな単があるんですけども、そこで私やりたいですっていう挙手性になってるので、今回で言えば私の作品で言えば単価っていうのを題材にしたっていうのはかなりあの、ユニークで面白いなっていうところもあったので、私を挙手しましたし、やっぱり自力があって、 ちゃんと面白いものをかけているかっていうことが重要視されるのではないかなと思います。ありがとうございます。確かに傾向と対策とかだと、あの、多分単価っていうのは出てこないと思いますし。<laughs> まあ、これ。そうですね。そうですね。いや、<laughs> 出ないと思いますね。そう,そう。なので、中村さんが最初に言った通り、やっぱ熱量をぶつけてきてほしいと <laughs> いうことですよね。おそらくその、はい、こういうふうに作るっていうよりはもう自分の、あの、面白いと思うライトカメラこれだみたいな。そうですね。<laughs> やっぱその熱量っていうのに、あの、内容も左右されると思うので、やっぱりその辺は大事なんじゃないかなと思います。 あと、まあ、あの、最後、挙手制って言ってるんですけど、まあ、その、やっぱ、手がいっぱい上がる作品って、おもろいんで、うん、うん。で、取り合いになるんですよ、編集者で。<laughs> そうなんですよ。<ー>はい、担当者さんあの、すごい殴り合ってるんですよ。<う>担当者も <laughs> のバトル、あの、最後、企画書出し合って、<laughs> はい、企画書バトルするんで、<laughs> あそれで、いっぱいね、挙手が上がる作品を応募してくれたら嬉しいです。ありがとうございました。はい。では、あの、次の質問に移らさせていただきます。 えっと、ジェイブン大賞リニューアルによって最終選考まで残った人には応援5万円とのことですが、これはあの何度も最終選考に残ってもその都度もらえますかということで、地味に気になるポイントですそうですね。はい、これはあの何回でも、何回でもと言ってもその各回によって1回っていうカウントですので、例えばその、 ある、ある回で2作品残った場合は、その人、その人1人っていうカウントになりますので、その人に5万円になりまして、その2作品あるから10万とかってことにはならないです。で、またその次の回で残ったりしたときは、あの、新たにその人に対して5万円という形で、まあ、その回ごとにカウントでお支払いさせていただいております。あと、ちなみにそのリニューアルで、あの、オンライン公表会っていうやつをあの新しく、あの、生徒として実施してるんですけども、まあ、そちらも最終選考まで残られた方は、その度に何回でも、そちらで実施させていただいております。 ありがとうございます。ちょっと気になってて、あの、1作品のみっていうのも結構大事だなと思いました。ありがとうございます。はい。2作品なので同じ回で、例えば第17回前期で2作品最終選考に残っても、まあ、5万円ということですね。そうですね。はい、1人1カウントということになってます。はい。ありがとうございます。では次の質問いきます。えっと、自営文庫大賞はプロアマ問わずなので、アマチュアにとってはちょっと厳しく感じます。プロと争うにはアマチュアには何が必要でしょうかという質問でございます。もう最初の質問と結構似ているところありますよね。 ぶっちゃけ熱意だと思います。まあ <laughs> そこなんですね。<laughs> 結局、デビューしたら、今までその憧れていたベテラン作家さんと同じとこで戦わなきゃいけないんですよね。そこで、あの、いつもの憧れじゃなくて、やっぱ、プロを倒すんだっていう強い意志を持って、終わるのはやめましょう。るのはやめましょう。やめましょうですね。<laughs> <laughs> という言葉で、その、プロを倒すっていう強い意志を持ってやらないと、まあ、なかなか勝ち残ってくるのは難しいかなとは思うので、まあ、確サッ作家さんとして仲間ではありつつ、あの、全然やっぱライバルなので、そこのところは常にライバル意識は持ってほしいなとは。 思いますね。そこでね、勝ち残っていくには、やっぱり最終的には熱意かなとは僕は思っているので、そこはあの、 強い意志を持実際に、まあ、実際のところそのプロだってその生まれながらのプロではなくてもともとアマチュアからプロになったわけではありますので、まあ、それで何が違うかって言われたらやっぱりその熱意だったり書いてきたものに対する考え方とかそのどうやって組み立てていくかみたいなその飛び道具があるわけじゃなくて堅実にみんな積み上げていった結果の戦いでしかないわけなので、まあ、アマチュアだから。 なんか何しましょうみたいなのはないのかなっていう気はしますね。そういえば僕もそうでしたね。<laughs> 積み重ねが <laughs>。そうでしたね。これは質問するまでもなかったかもしれないです。まああの、なんかプロが多くて怖いよとか弱虫じゃなくて、もう本当にパッション熱意で。<laughs> 俺はこれを絶対面白いと思うんだっていう熱意で書いてほしい。全部そこに繋がってきますね。<laughs> はい。ありがとうございます。 はい。次の質問です。GA 文庫対象は回によって受賞者数が違うのですが、多い時と少ない時は何が違うのですかということで、これまさしくその、あの、僕が受賞しました16回ですと、あの、6作品。ですが、前回の第15回だと4回ということで、受賞作品が2が、2違うっていうなると、結構受賞確率的な意味だと違うなと思うんですが、あの、どうなんでしょうか。確率的な話をするとどうなのかなとは思うんですけども。まあ、なんか正直なところを言うと、別にあの、前回はこうだったよねとか、 っていうのはあまり関係がなくて、これは単にその回にどれだけ受賞の、あの、受賞できさせられるようなタイトルがなんか多いか少ないかの違いであって、別にあの、まあ、この回は何本しか取らないみたいなことはなくて、なんならあれですよ、その回にめちゃめちゃ面白いのが10個あったら10個取りますよ。そうですか <laughs> <laughs> そう、それくらい、極論ですけども、それくらいにはなんかあのやっぱ厳選された作品。 って中で一番あの主玉のタイトルっていうものを取ってるのが、まあ、前回は 4, あの4本だったり今回は6本だったり特に今回は6本で結構前期2本後期4本で結構多めだったと思うんですねそういう意味で言うとかなりあの今年は豊作だったっていうのもあってなんか 多かったんじゃないかなと、個人的には思うんですけども。まあなんでその、受賞作が何本って決まってるから、その中で争うっていうよりは、その、俺の作品を絶対撮ってもらうっていう、その、なんか、自分との勝負の方が、って考えてもらった方がいいかなって思いますね。そうですね。なんか、他者と比較するとかじゃなくて、なんか、自分の作品はこれが強いんだっていうのをちゃんと前面に押し出してもらった方がいいんじゃないかなと思います。 はい、ありがとうございます。この質問できてよかったです。はい。夢がありますね。10本もしかしたら出るかもしれないと思うと。はい。では次の質問いきます。えっと、ウェブ小説の流行りは取り入れるべきですか売れる作品しか取らないとかあるのでしょうかということで。まあ、ちょっとこれの派生というか、あの、ちょっとくっつけてなんですけど、えっと、例えば全くウェブ小説を読まない人がその流行りのウェブ小説を読んで取り入れていったりとか研究とかはした方がいいのでしょうかという質問です。 ウェブ小説の流行は取り入れても取り入れなくてもどっちでもいいと思ってて、どうしてもまあなぜかわからないですけど、ウェブ小説ってそのそれこそファンタジーかまあラブコメが基本的にっていう感じで、他のジャンルがまあほとんどないみたいな感じなので、それ以外のジャンルを出せるっていうのも小説として出せる、新人賞として売り出せるっていうのも新人賞のまあメリットなのかなと思うので、まあ無理して取り入れる必要はないかなというのは思います。で、 ええと、ま、派生でいただいたそのウェブ小説を読まないのですが、入りのウェブ小説を読んで研究すべきでしょうかってことなんですけど、これに関しては、ま、各作品にも読むんですけど、付け焼き場で Web 小説を研究するぐらいだったらしなくていいのかなって思います。というのも、僕らは新人賞の選考に携わってますけど、同じく Web 小説のえと担当編集とかもやってるので、まあ、逆に言えば結構、ま、詳しいわけで、 今の流行かちょっと遅れてんだよなとか、そのある意味、ウェブ小説の研究が甘いことが分かってしまう。中途半端に流行のトするとっていうのもあります。ただ逆に、ちゃんと勉強した方がいいなって思う場合もありまして、例えばですけど、ウェブ小説にそのダイレクトにアップロードするんじゃなくて、ウェブ小説の逆張りみたいな作品を作ろうって考えているときに、その順張りをうまく知らないせいで、逆張りもなんか検討違いの逆張りになってるみたいなことが割とあるので、ウェブ小説を起点に作品のアイディアを考える。 っていう時は、その、ちゃんと起点にするウェブ小説を研究するっていうのは必要かなと思います。テーマの理解力っていうのが作品の面白さに直結するので。逆にウェブ小説と関係ない作品を、全く関係ない別ベクトルの作品を書く場合は、気にしなくていいです。ウェブが出身の作家さんっていらっしゃると思うんですけども、そういう方って結構まあウェブで流行りの要素とかよく見てるんで、なんか投稿作も、 結構まあなんかナローライズされたというか、そういう Web 初作品をなんか意識したなんか応募作っていうのをたまに見かけますね。ありがとうございます。いやもうそこら辺の視点が全然なかったので <laughs>、すごいこれも質問できてよかったなと <laughs>。思います。まあ、あれですね、Web 小説の文脈が別にあってもなくても、これもまたちょっと同じになっちゃうかもしれないですけど、面白いものを撮るということで、まあことさらにこうウェブ 多くなくても、面白いものが、だったら取っていただける可能性があるということですかね。そうですね。やっぱ尖ったものがあればじゃないですか。それこそ <laughs> やっぱそこですね。やっぱそこですね。はい。それこそ、尖ってなくたとしても、そのウェブの流行を完全に取り入れた、ある種、まあ、テンプレートみたいな形だとしても、そのテンプレートの中でものすごく完成度が高かったら、それもそれで受賞するわけはありますし、そうですね。ウェブを極めるぜっていう気持ちで、そのテーマをすごいあの取り入れて研究して、そこを突き詰めるっていうこともまたあるかなとは。そうですね。なんか得意分野で書いていただくのが、なんかまあ、一番 じゃないかなとは思いますはいありがとうございますとそれでは次の質問いかせていただきますえっと受賞作はバラエティ豊かですがもし同じようなレベルで似た作品があった場合どこが決め手になりますかまたマイナージャンルでの挑戦は競合相手が少ない分有利になることはありますかという質問です難しいです結構難易度が高いな、ね、<laughs> これいい質問だと思います <laughs> <laughs> なんでこんな答えづらい質問するんですか <laughs> いやいや、気になるところなんで、やっぱりその自分と似たようなやつが、例えば僕の話というか、大体そうなんですけど、2次発表とか3次とかあると自分と似たようなタイトルとか見て、うわ、この作品、なんか自分と似てるな、負けるの怖いなとか思っちゃったりするんですけれども。いや、ありますよね。うん <laughs>、はい、ありますね。本当にね、レベルが同じなんだら、両方取れよっていう話なんですけど、<laughs> 個人的には、やっぱ担当するを究極的にどう売るかみたいなところと、ハマる作品。 を選ぶんじゃないのかなとは思いますね。基的にはやっぱ僕としてはあのパッケージがすごいイメージできる作品を多分撮っちゃう気がします。まあとはいえでもマイナージャンルだからといってその競合は少ないんですけど、その分まあメジャーをね倒さなきゃいけないので、そのマイナーの中で生き残っても上にはメジャーがいるんで。はい、そうですよね。確かに。<laughs> 結局。確かに確かに。どちらにせよ、うんうん、そ大きな意味での競合って言ったら全部というか。そう,そうなんですよね。ですよね。よメジャーも入ってきますもんね。 出るまでじゃなくて、出した後も戦わなきゃいけない。そうですね、そうですね、失礼しました。そうですね、戦わないといけないですもんね。逆にでも、そういうマイナーなもので、勝てるなって要素が、なんか担当にも湧く瞬間って多分あるんですよ。うんそ,うそういうものがあれば、マイナージャンルでもまあ戦うぞっていう姿勢にはなれますし、担当としても。それこそね、新人賞っきも井川さんも言ってましたけど、あの、新人賞だからできる作品ってやっぱあると思うので、そう,でね、そういったところでマイナーだから難しいみたいなのは全然ないかなとは思うので。 ありがとうございます。小沢先生からちょっとたくさん質問詰めをされ、まあ、もっと貴重なご意見なのをお伺いしてきましたが。はい、ありがとうございました。はい、えー、ありとえっ、ー、と、コイの正直に支えいは、ミスを一文字だけあればいいの。著者の、えっ、ー、と、畑のライムギ先生からも、あの、ちょっとメールベースなんですけれども、質問いただいておりますので、ちょっとこれは私が読み上げて代わりに質問をしたいと思います。もらってきました。はい、はい、お願いします。えっ、ー、と、一つ目の質問です。 これは読者としての感覚なのですが、受賞作やその方の初の商業作品っていうのは独特の熱意を持ってるものが多くある印象です。そういう熱を持った作品に仕上げられるかどうかという分かれ目は、編集さんから見てどこにあると思いますか流行とか、売れ線とか、あの、ヒロインは受けないよみたいな話をすっ飛ばして好きなものを面白さでぶん殴れるというか、自分が強いと思っている部分っていうのをなんか引き出せるものがあれば、なんか新人賞っていうのは、そういう醍醐味があるので、やっぱりそういう感じの 作品の方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は個人的には思ってます。新人賞のすごいメリットというかさっきも言いましたけど、そのクオリティで編集者を言い任せられるところだと思って、その著者の立場としてですけど、その例えばその、まあ企画立てるときにやっぱりこういうヒロインちょっと受けないよねとか、その今の流行とちょっと違うなみたいな話はやっぱどうしても出てきちゃうんですけど、まあそういうときに作家側が、いや、いいから俺のこの原稿を読めっていう説得力を持ってその作品を出せるっていうのが新人賞の とか、その、初の商業作品とか、そういうタイプの作品だと思うので、まあ、そういうところが、そのなんだろう、熱量の違いみたいなところがやっぱ出てくるのかなとはちょっと思っていますね。そうですね。特に新人賞っていう、あの、まあ、やっぱり、賞ですから、登場効果といいますか、熱をくれれば熱で返すみたいな感じのものが、あの、編集側にもあると思うので、熱を持った作品仕上げられるかどうかじゃなくて、なんか仕上げていくっていう意気込み。 なんじゃないかなと、個人的には思います。ありがとうございます。えー、では、次の質問に行きます。えー、審査する側として、応募作全体に対して内心思ってる音はありますかっていう。どうですか <laughs> <laughs> どうなんですか内心ってつくことで、なんかちょっと言いづらいことの気が <laughs> 言し最近は、あの、僕、あの、市場の流行り廃りに合わせて作品の傾向が このジャンル多いな、このジャンル減ったな、みたいなのもあったりするかなとは思ってますね。最近だと、あの、去年あのね、スニーカー文庫から出た、の、誰が勇者か殺したかのあれがあって、はい、あとまあ、その早々のフリーレンとかもあって、あの、魔王と勇者の再解釈の話っていうのは、なんかすごい僕のところ多く集まってきてて、<laughs> そこはなんかすごい市場の流行に合わせて結構変わるんだっていうのはすごい実感しましたね。 ありますね。でもね、なんかそれこそ中身のキャラクターとかも、完全にそう、なんか売れ線だったりとか、なんか最近こういうキャラクター受けたから、あ、こういう流れできてるのねみたいなのは結構あります。そうそうそう。それもちょっとちょこちょこ見ますよね。なんか先行作品を見ていても。いや、僕もそうです。あの、そうです。はい。あの、やっぱり、やっぱ売れてるものを取り入れて書こうというよりは、面白い作品読んだらそれっぽいの書きたくなっちゃうっていうのが。影響受けちゃう。そう、影響受けちゃうんですよね。それはいい影響だと思いますね。 ありがとうございます、えー。では最後の質問になります、えー。編集者さん個人の目標や願望、欲望などを口にしているところをなかなか見かけないので、良ければこの機会に叫んでみてください、えー。作家も憧れではありましたが、最前線で仕事をされている編集という職にも同じぐらい憧れがあるので聞いてみたいですということで。これすごい、私も聞いてみたいなということで、全員に振ろうと思います。<laughs> <laughs> ちなみに私は、あの、 小中学生の人生をめちゃくちゃにする本を作りたいっていうのをけ結構たまに言ってるんですけど <laughs>、あの、あ<ー>ま、自分が育ったのが小中学生の時にラノベを読んで、あの、オタクとして人生をめちゃくちゃにされてきたわけですよ、本当に。なんで、あの、<laughs> 次の中高生を人生をめちゃくちゃにしてやろうと思いながら仕事をしてるので、その作品を読んでハマっても夜も眠れないぐらいに、その、いろんな考察サイトとか読み漁って二次創作書いてみたいな作品を作れたらいいなと思っています。はい、じゃあ次。 じゃあ、おいかさん。<laughs> ああ、自分備しちゃったか。雑なぐりが来た。えっと、まあ、でも僕、なんか編集にないんだって、ま、あ個人のなんか小目標とか、どんどん段ステップごとで目標を立ててんですよ、いくつか。やっぱり、とんだから重半したりとか。で、その、やっぱ次行きたいなって思う部分がありまして、まあそれがやっぱ、このライトノベルがすごいで一位を取ること、自分の担当作がっていうのは。 思ってて、結構自分は、このライトノブがすごい好きだって、読者の,その演習の名前とかもすごい好きだったっていうか、ライトノブの、で、竜王のお仕事とかにそれこそ出会って、そこで感動したりとかもあったんで、なんとしても一週間があなたを恋しますで、このような意思を言いたいなって。ちょっと、ちょっと、これも入れてくるんですか松田さにプレッシャーかけにいやいやいやちょっと、ちょっと苦思、苦、いや、頑張ります<笑><笑> <laughs> って思ってます。はい。次、大沢さんあ。そういう感じで来る。<laughs> うんそうですね。なんか、まあ、自分の担当作家にこれ言われるのどうかなと思うんですけど、<laughs> 正直、あのー、まあ、なんか願望とかじゃないんですけど、正直言うと、目標だったりとかっていうのが、なんかすごい大きなものがあるわけじゃなくて、読者さん一人一人にちゃんとあの、あ、この作品面白かったなって言ってもらうことが一番僕は嬉しいことなので、だからあの、感想キャンペーンとかで面白かっただとか、まあ、ヒロインが可愛かったっていう感想を見るたびに、やっぱこの、 作品を担当編集として携われてよかったなっていうのが一番なんか報われるところで、発売してから感想とか見ると嬉しいなって思ったりとか,か。感想嬉しいですよね。はい、そうそうそう。みんないっぱいつぶやいてほしい。作品を伸ばすためにもぜひ。<laughs> 安直なことで言うとそんな感じですが、はい。私の、まあ、願望というか欲望ですね、これが。じゃあ、次は中村さんははい。僕は、あの、さっきもずっと言ってたけど、パッションが好きなので、 やっぱりあの、作家と面白いことをしたいなっていうのはずっとありますね。あの、やっぱり僕自分の性格がすごい飽き性なので、あんまり同じことを繰り返したくないなって。まだ誰もやったことないテーマとか、あの、新しいことで作さんと仕事をして本を出して、まあ、企画書を作って本を出して、で、より多くの作者さんに、こういうテーマがあったのか、こういう作品があったのかっていう、強くその、読者さんの記憶に刻まれるような、あの、コンテンツを作りたいなと思ってやってます。はい。 それはずっと変わらず。僕と同じじゃないですか、これは。<でも S 2> いや、いや、でも、大沢さんは対読者に対してで、結構中村さんはその作家さんと面白いことを盛り上げたいよねっていう、なんか作り手側の解釈な感じがする。すね、るやはりファッション。ファッション、ファッ,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 ッション大事です <laughs> <laughs>。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこの流れで、あの、せっかくなので、大沢先生にも作家としての夢を聞きたいなと思って、思いまし <laughs> <laughs> まあ、でも大体の作家さん、そうだと思うんですけど、やっぱり作品を出し続けていきたいっていうことですよね。はい。まあで 売れたら多分たくさん作品出せると思うんで、まあその作品をたくさん出す手段として売れたいなっていうのもありますし、いいっていう。ことですね。そうですかね。いいねはい。あと、あの、僕作家側なんですが、あの、皆さんの、あの、その願望とか、あの、目標とかすごい共感できて、それもそうだなって思いましたね。<laughs> 例えば、ししとさんのやつだと、はい、あの、そういえば僕も中高時代ラノベであって、いい意味でぐちゃぐちゃになったな <laughs> と思って、確かに確かにって思う部分もありましたね。はい。 ありがとうございます。ちょっとこんな感じでたくさん答えてまいりましたがいかがでしょうか。おささんご満足いただけましたでしょうか。もう大変満足いたしました。大変ですけども、はい、もうすごいもう有意義な時間でしたね。ありがとうございます。はい、おさ先生もこのラジオを聞いてあのまあ実際に投稿して作家になったっていうその経験があるので、まあ、この今ラジオを聞いてる皆さんもあの次はおさら先生の立場になるかもしれないということでぜひあの執筆の参考にしていただければ幸いです。 それでは改めて一週間後あなたを殺しますのおさらひろ先生でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 さて、ここからは GA 文庫大賞の関連作品トピックをいくつかご紹介させていただきます。えー、まずは第15回 GA 文庫大賞で大賞を受賞した受賞作、えー、透明な夜にかける君と目に見えない恋をしたの続編となる、えー、極彩の夜にかける君と目に見えない恋をしたが8月9日頃に発売となります。えー、中村さんご紹介をお願いいたします。 はい。大変お待たせたしました <laughs>。<laughs> あの、去年からね、ツイッターじゃない、X アカウントでもね、なんか匂わせをずっとしてたんですけど、ようやくお届けできることになりました。えっと、前作、透明な夜にかける君と目に見えない恋をした、まあ、発売から一度一年経とうとしていますけど、まあ、たくさんの評判いただきまして、本当にありがとうございますという感じなんですけども、今回、極祭はですね、えっと、舞台は、えー、透明から3年後のお話になっています。で、 ネタバレになるんであんまりよくはね、語れないんですけど、著者の島先生と何度も打ち合わせを重ねて、まあこの作品、この小説という媒体でしかできないような物語になっているかなと思いますのであの、ぜひご期待ください。さらに、同月にですね、島先生の完全新作、えー、夜が明けたら朝が来るという作品も発売されます。はい。 で、こちらはあの、まあ、もし私が推しと取り違えられたらということで、平凡な女子高生の主人公と、まあ、推しの歌手が取り違えられていたという物語になっていまして、まあ、こちらはこの子供の取り違えっていうライトノベルでもま、史上類を見ないテーマを扱っている作品になっていますので、えのぜひこちらも楽しみにしていただければなと思っております。で、こちらも引き続き、えっと、書き声と同じく、えっと、レイムズ先生にイラストを、えー、担当いただいてますので、こちらも楽しみにお待ちいただければ幸いです。 で、えっと、掛けこいと、えっと、夜が明けたら朝が来るなんですけども、えっと、実は作品の公式 X アカウントも開設、解説していますので、ぜひチェックしてみてください。で、掛けこいの方は、えっと、スクガエニックス漫画アップにて、えっと、オミカライズ企画進行中で、こちらも8月9日連載開始となっております。どうぞお楽しみに。 はい。ありがとうございました。えー、島谷菓子先生の新作は8月9日頃の発売となっております。えー、また、第14回 GA 文庫大賞の、えっ、ー、と、金賞を受賞した、要件になった俺の青春至上主義のコミカライズ企画も、えっ、ー、と、進行中となっております、えー。漫画を担当されるのは、ガンガン GA でもレポート漫画などを書いていただいているコア先生です、えー。こちらも楽しみにお待ちください。 さて、それではエンディングのお時間です。えー、皆様、本日はいかがでしたでしょうかちょっと、作家が来るっていう史上初の <laughs> そうそう初めてですよね。破天荒な回となりましたが、ね。濃い回でしたね。最高でしたね。<laughs> なんか、編集側と作家さん側で意見が違う、う今。なんだ、今の。す, <laughs> すごい撫でてらっしゃるというか、なんか、初めてですよね。なんか、僕が初めての時よりも、すごいちゃんとしてるので。我々より軽妙にトークいただいてるで。<laughs> <laughs> 今後、僕が出るとき、顔に大沢先生出るのがあかれません。<laughs> いやでも濃かったですね、今回ね。特にあの質問の内容をね、なんか結構あのいただいて、返して、またもう一回質問しての部分。やはりあの僕も、 結構印象に残ったと言いますか、なんか作家さん呼ばないとできない、うん。そうですね。ま普段のその質問だと、はい、まあ質問者さんが本当に聞きたいこととか、まあちょっとお答えできてないこともあるかなとは思ってたので、あの、おさら先生の探求による。<laughs> <laughs> いや、よかったです。僕もまだデビュー作これから出るんですけど、あの、つい最近までちょっと応募者、投稿者だったということで、はい、こういう質問ができてよかったなと思いますね。はい。 今回の反響次第で。私、後期の第2弾があるかもしれないです。そうですか中村さんの関東作家さんもデるってこともあるデるってことですよね。<laughs> そうですね。はい<後>。<laughs> ということで、まあそろそろお開きの時間となります。えそれでは GA 文庫大賞の最新情報のご案内です。はい。第17回 GA 文庫大賞後期は絶賛応募受付中です。GA 文庫大賞は対象賞金300万円。リニューアルで先行過程を一新しました。最終先行落選者には、 オンライン好評会の実施、デビュー応援金をご提供選考には特別選考員が新たに加わります第16回では大森藤の先生にご参加いただきましたさらに受賞作にはキャラボイス各役など新要素が盛りだくさんです後期締め切りは11月30日となっておりますので皆様奮ってご応募ください第16回金賞受賞作1週間後あなたを殺します恋する少女に囁く愛は味噌一文字だけあればいい の2作品は7月15日頃発売。このラジオが放送される頃には一部書店では展開が始まっている頃だと思います。ぜひ書店様にお立ち寄りください。 ということで、ええちょっと最後はね、大川さんがね、実はね、なり変わっているという。そう、黙って今ドッキリしたんですよ。実はちょっとてこの時打ち合わせ済みですね。そうなんですね。よめきましたね。ちょいちょいとめ言った方がいいのかなと。読みたすぎて、読みたいっていうので、皆さんに黙って僕、場所読んじゃっていいですよって、二人で打ち合わせを受け話した。ということで、さ沢先生にご参加いただいて、せっかくね、自作を選んでいただいたので、ぜひチェックしてください。いや、濃すぎでしたね。怖いわ。はい、じゃあちょっと、い 理解ではありますが、はい、本日はここまでとなります。<laughs> ありがとうございました。はい、ありがとうございました。